はい、今回ですね、首の周りを緩めて顔をリフトアップする方法をお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回も健康に関するアイデアとかアンチエイジングの有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。はい、今日はですね、首の周りを緩めるっていうですねセルフケアです。でこれもですね、顔をリフトアップさせる効果抜群なんですね。なぜかというとですね、この日常、世の中の日常ですね、スマホ、パソコン、デスクワーク、ほぼほぼこの3つがですね首こりを作っている状態なんですよ。で僕もね以前、某百貨店でですねその首こり撃退のそういうセミナーをさせてもらったんですね。でその時ね、90% の人が、ね、首凝ってたんですよ。首が凝っている、首が痛いとか自覚症状ありながらですね、実は首が凝ってたっていうですね、もう本当に凄まじいぐらいのですね首こりっていうのがですね、出回っている状態なんですよ。でこの首が凝っているとですねどうなるかというとですね、この筋肉がこうピーンと張って突っ張った状態でですね顔を下げてしまうというですね恐ろしい出来事が起きてます。でこれを改善するために、今日は首の周りを緩めちゃおうということですね、やっていきたいと思います。今まではね顔の筋肉をこう触ってリフトアップしてたんですけども、ここ最近ちょっと首の周りのねセルフケアをちょっとやってなかったんで、ぜひですねこれをですね伝えていきたいと思います。で今回もいつも使っている炭酸生態スプレーも使っていくんですけど、よかったらね、まだこれね概要欄に貼っときますんでよかったら見てください。でこの首周り、まず首周りにねシューッと、こう3プッシュぐらいですね、4プッシュ、こういう感じ、これいっぱいかけましたけど、こういう感じでねシューッとかけてもらっても結構なんですけど、こうかけてください。でこうちょっとこうウェットな状態なんですけど、このままで結構です。はい、でこれ服にもねついてもですね別に着色しないで安心してください。でまずは、このいつもというかね最近やってなかったんですけど、胸鎖乳突筋という筋肉なんです。胸鎖乳突筋、ここの筋肉をですねこうつまんで、いわゆる筋膜リリースっていうのを、ね、一時期ね、流行ったみたいですけど、それをちょっとやっていきたいんですけども、こういう感じですね。指をつまんでください。親指と人差し指でこうつまむ、つまむ、つまんで揺らす。こっちでもいいですよ、右手でもいいですよ、左手でも、こうつまんで揺らす。ほらこの耳の下ですね、まずはここですね、ここをつまんで揺らす。はい、こういう感じでやっていきましょう。これをですね、10秒やってください。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 78、9、10。はい、OK。じゃちょっとね、下に折ります。真ん中ら辺ですね。この首の長さの真ん中ら辺に指をまた持ってつまんで揺らします。はい、これも10秒いきます。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、OK。 でこれもね両手でやる人もいてるんですけども、こうやってね両手でやる方もおられるんですけども、僕はね片手で、ほんまはね右の首は右でやりたいんですけど、見えにくいと思ってこっちでやったんですけども、あなたはですねこういう感じでつまんでください。ガチッとこうつまんでください。こんな感じで、こういう感じでつまんで揺らす。はい、10秒。はい、で次はねこの下、この鎖骨があるんですけど、鎖骨、この骨があるんですけども、これをですね、外から内にこう持っていくような感じで、外から外側と内側をこう寄せるような感じで、こういう感じでグッと指で押さえて、皮膚だけじゃなくてグッと結構強めに押さえて、こういう感じで揺らしてください。これを10秒いきます。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、OK。 いいですよ。これねバストアップにも、ね、なるんで、ね、こうね胸が下がってきたかなって気になる方はですね、ここの鎖骨の、筋肉をちょっとこうアプローチしてね、グッと指でグッと押さえてこうやってください。そうすることでね、ここのねバストアップがしてくることがありますので、ぜひですねやってください。結構ねこれ肩凝ってると首凝ってると非常に硬くなっておりますので、ぜひこれをやってください。10秒ですね、これもやってください。はい、でこれもね、10秒、おさらいですよ。10秒、真ん中10秒で鎖骨、ね、10秒やってください。でこれを3セットでくださいね。はい、よろしいでしょうか。で僕はですね次反対の方をですねやっていきたいと思うんですけども、こういう感じでつまんで上側揺らします。結構痛いですねはいつまみました。はいいきます。よーいスタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、おお、結構僕痛いですね、左の方。おそらくなんですけど、僕最近首こりがひどかったんで、ちょっとね、これをつまむのが痛気持ちよかったんですけど、ちょっと痛気持ちより超痛かったんですけども、これやることによってだいぶ、あ、首がだいぶ動くようになりましたね。はい、で真ん中、次ね、この強鎖乳突筋という筋肉なんですけど、この真ん中をつまんでください。こうね、こうつまんでくださいね。はい、こういう感じでつまんで揺らします。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK ですよ。はい、次はですね、鎖骨のこの骨があるんですけど、この外側と内側を寄せるような感じですね。はい、これもね、グッと押さえて寄せてください。はい、これも10秒いきます。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 これをですねやることによって、この首周りの筋肉が緩んできます。緩んできたらですね、次はこのたるんでしまったお顔をリフトアップしないといけないんで、これをちょっと今からやっていきたいと思うんですね。でこれですね、今やっていただいて、この首周りをやった時にこの変化が気づくと思うんですよ。あれ、首軽くなったぞとか言って気づくんですよ。僕めちゃめちゃ気づいたんですけども、これもね繰り返し繰り返しやっていくと、首周りのね首こりっていうのがね解消されていくんで、ぜひですねやってみてください。でこれも3セットですよ。3セット3セットやってください。で次は、今言った顔を次上に上げていかないといけないんで、それをちょっとやっていきたいんですけど、まず、顔を下がっているリフトアップするために、まずおでこですね。おでこを上に上げる、おでこのこの筋肉を上に上げるっていうセルフケアですね。これをまずやっていきたいと思います。なんていうんですかね、首が下がる、首の引っ張られてここを上げる前に、次こっちも下がってるわけじゃないですか。なので下がってるんですね。でこう下がってしまっているものを上に上げていくことによって、次ここを上に上げるっていう形なんですね。でこれも炭酸性体スプレーをおでこに、はい、かけてください。で指は3本で眉毛の上、こういう感じですね。こういう感じで上にぐーっと押さえながら上に上げてください。はい、これもね、10秒でいきましょう。これもね、せっかくなんでね、上げて、これを10秒間いきます。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK。 いや、これだいぶ眉毛ここめちゃめちゃ軽くなりました。はい、あ、もう硬さが全然違いますね。はい、でこれもね、指2本か3本でやってください。いきますよ。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。おー、だいぶいいですね。でこがね軽くなった感じがしますね、ここは。はい、でおでこもね硬いとですね、でこのシワになったりとかですね、この薄毛の原因にもなっていきますので、ぜひねおでこのねこの皮膚周り筋肉もね柔らかくしておいてください。でここが柔らかくなったら、次はですねこのリフトアップなんですけども、これはですね本当に至ってシンプルなものをやっていきたいと思うんですけども、こう包み込むようにね。でこのままですね、ちょっと中に押し込んで上に上げる感じ、押し込んで上に上げる感じ、押し込んで上に上げる感じですね。でこれもいきますよ。押し込んで上に上げて、これで10秒キープ。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、OK、いいですよ。これがですね1年のセルフケアなんですけども、これをですね全て3セットやってみてください。3セットすることによって、この首が軽くなって、おでこが軽くなって、軽くなったところにこのリフトアップ、下がってきたものを上に上げるっていうことでですね、この今のですねあなたの顔の状態がですねこう常に若返った状態になっていきますので、ぜひですねこれを続けてみてください。で続けることで、これ顎のシャープになったりとかですねしていきますんで、これをですね、継続、セルフケアで全て金持ったセルフケアで全てですね継続だと思っているんですね。毎日毎日積み上げがですねあなたのですねこれからのアンチエイジングとかですね若返りに寄与していきますので、ぜひですね一緒にやっていってほしいと思います。はい、この動画がね良かったなと思ったらですね、いいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いします。また僕のですね概要欄、コメント欄にですね LINE アット、僕のですねこのアンチ整体院っていう LINE アットがあるんですけども、それでもね、質問であったり相談を受けて回ってますし、僕ですね、定期的にですね、炭酸生体スプレーキャンペーンっていうのやってるんですよ。数字当てクイズみたいなやつやってるんでね、もしそれに、ね興味があったらですね、またエントリーしてもらうとですね、何番って言っていただいたらですね、この当選しましたとかで盛り上がってやってるんで、ぜひよかったらですね、LINE アットの方も登録しておいてください。はい、またですね、次回お会いしましょう。さよなら。